まあ、当時勉強していたかどうかというのをですねさておいて棚に上げて申し上げるとですねやはり歴史ですよね。はい、あのやっぱりその、まあ、人類の歴史って結構長いわけですけど、えー、我々がその現在直面している問題とかその個人がですね、えー、その場その場で,です、ね、相対している問題っていうのは実はその過去に起こっていて、えー、その過去の事例を探すもしくはそこから学ぶ。 とという解決策のが見出せると思いますでそれは技術が新しくなったりとか世の中の枠組みが変わったりしても応用の利くものっていうのはあるもしくはそ,の、えー、それをその過去の知恵を、えー、今風に読み替えていく、まあ、一つ例を挙げると例えば「孫、ま、子、あの標法とかねそういうものですよね。はい